やあやあ、皆さんこんにちは。フレイン。いやあ、大変お久しぶりでございます。私ですね、生きております。あちらのですね、マザーシップにね、乗っておりましたが、おかげさまで生きております。ありがとうございます。あのスローンとかいうな衛星博士が変な攻撃仕掛けたせいで、我が母船も、そしてこのアブダクターも落ちてしまったではないか。もっとか腹立たしい。我々の地球侵略を邪魔しよってからに。ただ、一つだけですね、皆さんに理解していただきたいの。我々も、あのキューブは燃料だと思っておりました。燃料だと思っていたのに、中からですね、キューブモンスターだとか、ケアテイカーだとか、あとはなんだ、キューブクイーンか、あのボスが出てくるなんて、私知りませんでして、大変してやられた感じでございます。まあ、とはいってもですね、この墜落現場のアイテムはですね、我々のこのアブダクターから得られたものですので、これはですね、私がすべて回収させていただきます。当然の権利だろ？当然の権利だ。なんかちょっと手元が狂っているが、ちょっと慣れないんだな。前にも言ったことあると思うが、非常にやりづらいんですよ。滑るしね。我々の皮膚ではですね、ちょっと非常に滑るんだ、この、なんだ、キーボードとかいうやつは。我々のテクノロジーであれば、こんなこういう感じでできるわけですよ。我々なら今さら原始的にキーボードとかマウスでやってる種族ってのは、ちゃんちゃらおかしいな。あ、まあ、でも、どうぞ、機嫌を損ねないで、キューブクイーン倒すまでは一緒に共に頑張りましょう。グラップラーいただくとか、普通のアサルトにしようか。敵がいないが、まあ、いなくていいんだ。非常にですね、見えづらいし滑る。何度も言う通り。仕方ないから、あのスローンとかいうやつを倒しに行くか。ここだな。せめて、今キューブクイーンが倒せないなら、我々のマザーシップを破壊した。あのスローンとかいうやつを、この私の手で叩きのめす。よーし、いただいた。おお、いいものが出た。ならばこの私はここに拠点を築くとしよう。ボットちゃんだったか。ところで以前ですね、私ちょっと辛いものを食べさせていただきまして、その時にちょっと首のあたりが赤くなっちゃったんだけど、無事に消えました。ありがとうございます。その辺は日本の洗濯技術に大変感謝している。日本の洗濯ってのは大変よくできてますね。残り11人か。あそこにもいるの？もうね、さっきから再三言ってる通りな、滑ってしょうがないんだよ。はあ、よかった。
危なかった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 じゃないな、やばいなこれ。大丈夫大丈夫、まだいっぱいあるだろう。このスローンを倒すのは私のマストだな。ああ、私は必ずスローンを倒さなければならない、そういうことです。ありがとう。なんでお前行くんだよ。私大丈夫なのかこれ。ちょっと動画的に面白いのか気になってしょうがないんだが。あれまた冒頭ちゃんな気がするんだが。これはこれみんな気づかないんじゃないかな。これはみんな気づかないだろう。これが我々宇宙人のやり方だ。こっそりこそくに倒していく。いずれ地球も侵略してやるからな、楽しみにしておくよ。だが今はキューブくんをお互い倒すことに協力しましょう。ずれちゃったな、これな。そうすべくか。そこ誰かいるな。あ、なんてことだ。なんてことだ。入ってなかった。してほしい。私はそんなに戦えない。私は戦えないんだ。怖いよー。一人倒した。できない、ちゃんと。やばい、行き過ぎた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 。やったー！
クロイしづらかったけどできたよ、よかったね。ああちょっと途中で声が変わっちゃったかもしれないですけど、それだけ真剣だったということでですね。よかった、ビクロイ無事取れました。そんなわけで今シーズンはですね、我々宇宙人にとっても非常にリベンジのシーズンですので、皆さん手を合わせてあのキューブクイーンを倒しましょう。ただしその後は我々が地球を征服してやるからな、ということで、今日の動画がもしよかったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。